界降臨。黒人の術。一日続いた戦いの末、マダラは初めて地面に背をつけた。マダラ、終わりだ。手出しは許さん。お前にやられるなら本物だ。俺たちは約束したじゃないか、いつか理想の里を作るって。無理ってもんだぜ。俺とお前はもう同じじゃねえ。それにお前らを信用できねえ。今お前が弟を殺すか、己が自害してみせるか。お前はやっぱり情の深いやつだ。さらばだ。夢のようだった。そして俺たちは里作りを始めた。国と里が同等の立場で組織する平安の国づくりも始まった。ここに俺たちの集落を作ろう。ああ、悪くはねえな。だったら決まりぞ。あれはただの夢の話だと思ってた。火の国を守る影の忍びの王さ、お前に王さをやってほしいと思っている。火影をしっかりと皆を見守ってほしいんだ。弟が死んだ。そうだったのか。お前兄弟とかいるか。俺は五人兄弟。その弟だけは何があろうと俺が守る。ゲシンギ。弱気になってる暇なんてないぞ。そろそろ里の名前も決めないとな。何か案あるか。この葉隠れの里ってのはどうだ。そのほかげってのは里にずっといてみんなを見守る役目ってことだ。だからお前のでかい顔をこの足元の岩に掘る。顔がいかつすぎるからほんの少し手を加えるけどな。ここにいたのか。こんなところで何油売ってる。マダラを長の候補として推薦するまではいい。うちはマダラが長に選ばれることはまずない。皆わかってる。奴らの動力は憎しみの強い者ほど強く現れる。そういう言い方はよせ、扉間。
そして俺は初代火影となった。扉間のことは俺に任せてくれ。お前なしではやれない。おそらくあの扉間が火影となる。そうなれば内葉はいずれ消されていく。一族を守ると弟と交わした約束も守れそうにない。お前は俺を兄弟という。だが里のためにどちらを切れる。これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺がそうはさせん。現実をどう捉えるかだ、柱が。この夢の道へ行くまでお前との戦いを楽しむさ。本当の夢って何だ。この里の夢とつながるなら導き役としてお前の力が必要だ。つながりなどない。そしてお前には決して届かない。そう言ってマダラは里を出た。マダラと俺が望んだ里にマダラはいなくなった。里システムを皆高く評価し真似ていった。雷の国には雲隠れの里が起こり、オサを雷影と名乗り、風の国には砂隠れの里が起こり、オサを風影と名乗った。マダラと俺の夢が叶ったのだ。だがマダラはカツトの夢を潰すかのごとく木の葉の里を努力を無駄にするのか。まだな。俺たちの兄弟を仲間を侮辱するだけだぞ。俺たちは友だと。俺はもう届いたのさ。黙とう。真数戦友行くぞ。まだな。追い走るな。お前が届かないのさ。届いたばかりの夢を守りたいんだ。ここに俺たちの集落を作ろう。これから夢が現実になる。不信よ。俺の里を守る。何があろうとも、我が子であろうと、里に仇なす者は許さん。俺はこの時覚悟を決めた。それが里の闇になる。いずれ斑と俺との戦いは終わった。里のために。忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。叶えるために。俺にとってそれが里作りだ。